始まりました。2014年5月17日、朝5時、あ、じゃあ8時半ぐらいですね。こちらは、どこですか？上郷サービスエリア、予定より早く着きそうなので、こちらのサービスエリアで今ね、時間の調整をしておりました。そろそろ出発しようかなと思ったんですけど、その前に僕らの遠征の記録を取ろうかな。どうぞトニーさん。あのカレーライスを自己紹介から。トニーです。カレーライスを食べ過ぎましてブルーです。日本語で言うと、青。機嫌がとてもよろしくないです。はい、またそう、なんでかっていうと、カツカレーを頼んだんですけど、間違ってコロッケカレーが出てきましたシャリっていうキャベツの感触までわからなかったですね。下バカ加減にイラついています。ですし、まあね、最初カツカレーのカツ見て、すごいレモンみたいなカツですねよう考えたらレモンみたいなカツってなんだって話なんですよ。形が強いよな。今日は名古屋にいてライブ。明日は、あ、私の誕生日企画が渋谷クラブの木の国で、ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だ、今日は言うなれば薗浦健26歳最後のラストの1日ライブ1日でしょ。もうもっとでかい単位でしたよ。でかい単位で言うと1日なんつってね、なんつってね、福田さん。じゃあ、なんかやるか。お、来た。お、じゃあ、結果、サービスエリアといえばね。サービスエリアといえば。こっちで。移動しております。福田さんが何かをされるようですね。あ、すごい、走ってますよ。それほら、トニー早くトニー行かなくて、早くトニーいやー、こんなね、朝からアホですよ、本当に。まだ撮ってんすか。撮ってますよ。いや、だってまだ閉めてないから。閉めてないから。君を吸収させれば完全体になれるんだよ。今ね、ガリガリ君吐き出して、今僕の携帯電話の液晶が汁まみれです。すぐたく、今日もいっぱいやらん。ほら、トニー返さないと。ほら伊丹ではドッカンドッカンでしょ。今日も2人いるじゃん。やるんすかね。それ新しいな。逆になってる。はい、ありがとうございました。